皆さんこんにちは、村田と申します。岡山唯一チャンネルをご覧の皆さん、今回もジーズチュートリアルということで上田さんに技術を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はチキータ、DTV の方まで出しています。ぜひまだまだご覧ください。今回は今すぐ使えるわけではないですけども、特に逆横回転系今流行ってると思うんで、それが来た時に使えるフリックの応用技術、バックですね。うまくできれば結構高い確率で抜けると思います。そちらをちょっとやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ参考にしてマスターして試合で使ってみてください。ということで、まずは見せてもらいましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ巻き込み出します。これです。できれば多分抜けます。ちょっと聞いていきましょう。やり方を簡単に教えてもらえればと思います。まあ、もうつっつきの角度から入るんですよね。そうですね、まあ、基本的にこうつっつきで角度作るんですけど、打ち終わるときはちょっと逆をこう入ったとき入るんですけど、打つときはちょっとこっちに逃がすようにっていうイメージです。だから本来であればフリックもこうやってやれば入るんですけど、はい、まあ、こっちから入ってあげた方が相手もこうストツッツキとかストップが来るのかなって思ってて、でちょっとポンってくるので逆をつきやすい、うん、であと回転にこういう回転なので、まあこう逆らわずにフリックができるっていう利点があります。うん、順横系よりは逆横系の方がやりやすいですね。順横でもまあできるんですけど、順横の場合はもう少し今度逆に前に押す力が必要かなと思います、うん、そうですね。逆回転は角度だけでいけやすいかなと。横下でも横上でも基本的には全部できちゃう、うん、横下の場合はちょっと引きつけてあげた方がいいと思います、うん、アップだともそのままポンって合わせていいんですけど、横とかだと下だったら切れてるので、ちょっと引きつけてちょっと起こすようなイメージの方が安定はするかなと、うん、マロン選手は、あ、そうですね、やりますね、はい、これは多分結構今すぐやろうとでもできるんじゃないかなっていう技術なので、ぜひやってほしいですね。足とかはこの時足の出し方とか下半身右足出してですよね、やっぱり。そうですね、基本的に右利きの選手であれば右足があるこの延長線上で打ってあげた方がコントロールしやすいこと、これが全然違うところで打っちゃうと難しいの で、 そうです、ね、この右足のこの延長線上にラケットを持ってくるようにしてあげると、こうタイミングといい、力といい、加えやすいかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっとゆっくり現状を、はい、いかがでしょうか。バックリック、これ入るだけでだいぶ抜けるようになると思うので、ぜひ皆さん練習してください。なんかさっき言ったんですけど、バックリックこれだけだとやりづらいけど、あえて入れることでできるようになる方もいるということなので、ぜひ試してみたらいいかなと思います。今の時代やる人あんまいないですか。あのチキータがない時は逆にこういう技術が、はい、結構もうみんなチキータがないんでサーブ出したら回り込む人が多かったんですけど、うん、今、チキータがあるんでみんなそっちばっかになっちゃったんですけど、逆にこれの方が、まあ、ミスはしづらいかなというふうには思います、うん、だから逆に使われてない分使ったらすごく有効的なのではないかなと思います。ぜひ試合で使ってみてください皆さん。それで、今回ゆべつさんチャンネルで公開させてもらってますけども、DTV とレルさんの方で上田さんのチュートリアルシリーズたくさん出てますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。今回は上田選手、ありがとうございました。ありがとうございました。